龍馬賞は坂本龍馬に続く人材の育成を目的に、さまざまな分野で活躍した県内在住や県出身の個人団体に毎年贈られます。今年の龍馬賞に選ばれたのは、パリオリンピックレスリング女子57キロ級金メダリスト桜井つぐみ選手、レスリング男子フリースタイル65キロ級金メダリスト清岡幸太郎選手、パリパラリンピック車椅子ラグビー金メダリスト池幸信選手、パリパラリンピック陸上女子円盤投げで銀メダルを獲得した鬼谷恵子選手の4人です。今日行われた記者発表には桜井つぐみ選手が出席。こういう歴史ある賞をいただいたっていうのは、自分自身のこれからの励みにもなりますし、今後高知県のたくさんお世話になった方にも恩返しできたらいいなというふうにも思っています。最初は夢でしかなかったんですけど、そういった夢でも努力すれば現実にも叶えることもできるので、諦めずにこうなりたいなって思って頑張ってくれたら嬉しいなと思います。桜井選手は父雄二さんがおととし龍馬賞を受賞していて、初の親子受賞となりました。また池選手はこれが2度目の受賞。龍馬賞を2度受賞するのは池選手が初めてです。龍馬賞の受賞式は今月15日、坂本龍馬の誕生日に行われます。